どうもレッドライス TV 始まりましたということで今回もバスさんと一緒に、戦っていきたいと思います。絶対負けられないんで、絶対に負けられないっていう、はい、あれを背負ってるんで、はい、今日ね本当ドライバーめちゃくちゃ飛ぶけどパターがめちゃくちゃ調子悪いんでいやーナイス、なんとか入れたい。バスさんゴルフ TV、 あ、ごめん、それはそれでいいですどうもレッドライス TV 始まりましたということで今回もバスさんと一緒に、戦っていきたいと思います。現在3ホール終了した時点で僕のワンダウンということでね、はい、もうガチのマッチプレーで勝負してます、はい、ハンデなしで、そうですね、場所は上野原カントリークラブさん、はい、初見山ということでやっておりますけども、はい、どうですか上野原は。いやもうめちゃくちゃ綺麗でいいですね。おうバスさんの庭なんで。そうなんですね、うん、ちょっと毎回毎回庭に呼んでしまって庭まあだから今俺ワンダウンだけど、まああのオールスクエアみたいなもんですよ。そうですね、はい、はい、まあ絶対負けられないんで、絶対に負けられないっていうあれを背負ってるんで、はい、この後どうなるでしょうか、はい、まあ今日ね本当ドライバーめちゃくちゃ飛ぶけどパターがめちゃくちゃ調子悪いんでまあ事件が起きるんじゃない、はい、そろそろ起きるんじゃないかなと思ってます、はい、ちょっと俺も身を締めてですが頑張っていきたいなと思います。ゼフチョになっちゃったらどうしよう。どうやばいですよ何があるか分かんないんでゴルフは、はい、お願いします。最後まで見てください。お願いします。行ってみましょう。行けはい、それでは4番ホールパー4、360ヤードで打ち上げが30ぐらいあるので390ヤードぐらいイメージです。セカンドから左足上がりです。やばい、あー大丈夫ですね。ゴー、やばい。あ、大丈夫ですかね。アンチ来ないですかこれ。いやもう大丈夫ですか。本当ですか。怖いんだよなアンチ。アンチしかいないです。アンチから始まってますんで私は。はい、はい、だからあの一応。気持ちは あのまあ一応平均はタイプなんですけど、はい、147、164、はい、上げ170、175ぐらいは打った方がいいのかな。つま先下がり、短いクラブは持っちゃダメですね、はい、つま先下がりはこんだけつま先下がってると振りに行くとすごいミス出るんで。180だからイメージ的にはあの土手にぶつかってちょっとパーンって乗るのが最高ですけどね。あ、はい、上からポーンとかっていう感じするとミス出ると思います。なるほど、はい、6番や、はい、あちょっとちょっとヘッド走んなかったですね。あ、うん、まあでも、OK、まあまあ、はい、しょうがない、うん、117ヤードです、はい、ちょっと上げてますねピッチングで、はい、これはちょっと上目に上げたい。まあまあですね。ちょっと今のは117だとピッチングだと大きいんですけど左足上がりでわざと上に上げることによって距離を落とした感じです、はい、まあ参考になればと思いまして言わせていただきました。失礼しました。うわ怪しいライだな。難しそうだな。うまっ、ナイス、ありがとうございます。あそこしかないですね落としどこ。
ありがとうございます。いやナイス。おお、なんとか入れたい。うわ切れない、やば。ナイス、ありがとうございます。耐えたね、耐えました、ありがとうございます。いやいや、ナイスパーっすよ。よし、あそこからすげえ難しいパーパットになっちゃったな。まあね、今日のバスサンダーとちょっとちょっと響いてきてるんですよねボディーブローがボディーブローがちょっと響いてきてるんですよナイス、ありがとうございます。まあそれは入るなあ、すいません。わけ耐えたな俺は。いやこれ逆にこれも流れは完全に俺だな。いや間違いないですよ絶対そっちですよ。5番ホールパー4 A グリーン355ヤードバスサンゴルフ TV。 あ、ごめんなさいいいです、いいです、いいですよ、それはそれでいいですそれでいい、ちょっと宣伝しちゃいます旗狙いっす。旗の左でも OK。 あ、大丈夫ですね。ここなんか難しそう。ここ難しいっす。おー、ナイスショー。ありがとうございます。今のっすね。大丈夫？どこ？うわ飛んでる。大丈夫、バンカー行ってない。いやいや、フェアウェイです。いや、今俺のボール多分キャリーであそこ飛ん、あ、落ちたっす、僕のボールのとこに。ってことで飛ぶな攻撃も効かないですから。効かないですから言われすぎちゃって言われすぎちゃって慣れちゃって慣れちゃって、いい湯だな。さすがです。あ、すいません。あ、見えないですね、こっから旗、あ、ピンが。こういうとこ多いっすね。多いっす。103ヤード52度でいきます。ナイス。いい気がする。それはまずいね。すげー飛んでます、これこれめっちゃ飛んでます。ここあんま来ないもん。76の82、82ヤード、58度で、58度、82、どんぐらいだろう。あー、うまい。でかいか。あー、ちょっと立ったからふと、どうだ、ちょっとブッて捕まっちゃったかもしれない、はい、いやでもうまいっすけどね。ありがとうございます、はい、ナイスです。やっぱ突っかかってビヨンって左足上がりは捕まりやすいって、はい、捕まりやすいです。だから上に抜いたりした方がいいですね。上に上げたりわざと。ああ、はい、左行きたくないときはボールを上にポーンって上げちゃえば。ああ、左行かないんで。あれ俺のがない。レッドさんナイスです。あれ俺か。はい、まだか入ってないよね。いやそれはないと思うんですね。こっちにこぼれてるんですね、多分。右からこう来たもんね。はい、自分の中では結構良かったんだけどな。こんな右行ってたかな。じゃあ行きます。12歩アプローチ。うまい。ちょっと行ったか。不穏な匂いがするな。
ああ、いやこれでも意外ときますけどね。ああ、ああちょっと変なの。まあまあ、まあ、まあまあ一応マークの方あやっべやべえよ。ナイスパー。ありがとうございます。いや残しました。耐えてますよ。次最後ですもんね。あ、俺のね。そうですよね。6番ホールパー3 A グリーン160ヤード実測155ヤードです。ちょっとすいませんT 拾います。 T 使いますSDGs ですねSDJ です、はい、上げてるな。ちょっとこれすごいつま先上がりです、この T が、うん、フック結構かかるかかるんだね。ケースいきます。もうフックかけにいきます。いやかかんないあーやばいの残しちゃった。これナイスオンカラーぐらいかな。8番ですか。8番です。ああちょっと弱いかも。当たり悪いよ。ああ先っちょ当たっちゃったのよ。マジっすか。当たり、ああくそー。惜しかったな。先じゃなきゃ乗ってましたね。もうねもうちょっとね、うん、から上だ。むずいのよここのバンカーは本当に。ほら勝った。あー止まれ止まれ。むず。 B2B です。 B2B B2B です。もっともっと上に上げた方がいいですね。あその場でぐらい。はい硬いバンカーの時は。おーナイス。ありがとうございます。うまっ。今のはでもいい入り方しました。いい入り方ですか、はい、行っちゃった。まあしょうがないです。ああうん、2歩です。パーパット。ナイスパー。ありがとうございます。よいしょ。 OK ですけどね。はいちょいと練習させてください、はい、練習してくださいまあまあ練習ですから、はい、切れてます。え切れてます。でででで今生み出し生み出したけど。というわけで6ホール終了しました、はい、落としちゃいました。耐えきれず私が2アップ2アップ、はい、ということで次がアップドーミーになるのかな。取られたら終わりだよね。そうですね。はい、ロングなんで。ロング打ち下ろしのチャンスあります、はい、ワンチャンあるんで。名物ホール名物ホール、はい、とりあえず次はバスタンのチャンネルに行って、はい、上がり3ホールの勝負になります。最後まで見てください。お願いします。なんとか食らいついて最後まで行きたいと思います。楽しかった人、いいねお願いします。応援メッセージもお待ちしております。
上です。以上です。さよなら。さよなら。さよなら。いけ